10月7日、高松市内の幼稚園や小学校で、大道芸人スケさん&シューのパフォーマンスステージが行われました。音楽に合わせて次々と繰り出される技とコメディーなやり取りに、見ていた生徒から拍手や歓声が上がりました。大道芸だと、子供だけってことはないので、ちょっと子供に伝わるようにとか、ちょっといろいろ考えながらやったんですけど、やっぱ反応が純粋というか、そうですね、純粋すぎて、はいはい、純粋すぎてちょっとびっくりすることが多かったですね、はい、なんかちょっと何かヒーローになったから、みんながこう来てくれて、出てきてくれて、手振ってくれて、わーって顔してくれて、いやもうなんか 毎日でもやりたいなと高松のフェスティバルはもうすごい雰囲気も良くて、いつも楽しいので、もともともう楽しみであったんですけど、さらに楽しみが増えた感じですね、はい、以上、高松経済新聞がお送りしました。